こんばんは。こんばんは。はい。結構異色メンバーだよね。そうだね。あ、ちょっとすみません、レモンティー。はい。じゃあこの異色メンバーで行う。あ、なんか皆さんの前に。え？ちゃんとある？ほら。ってことは今回第2弾となる。はい。ミリオネアチャレンジ。よいしょー。あのブロッシュバージョンです。あ、おお、はい、ブロッシュバージョンでいきたいと思います。はい、皆さん、ノブとかは初回出てどうでした？はい、今回2連勝を狙っていきます。あ、はい、頑張ってください。はい、ありがとうございます。今回じゃあやっぱこうお振った方たくさん、たけくんってなったらちょっとノブね、はい、心細いかもしれないんで、今回、はい、後ろにスペシャルゲスト須藤さん。はい。ノブのチームに入ってください。よっ、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 2つの頭、2つの頭です。はい、じゃあこの4人、たくさん、ノブ&まさき、たけるくん、この4方でいきたいと思います。ルールは皆さんご存知ですか？はい、早押しなので、僕が喋ってる間でも答えることはできます。はい、ただし間違えてしまったらその問題はもう答えできない。できない。だから全員しくじっても、全員しくじったらその問題は終了です。はい。で、最後まで待つことができればゆっくり考えられます。なるほど、ね。はい。なので待つか早く行くか勝負ということで。テレフォンもないですもんね。テレフォンはないです。ないですか？もうないです。オーディエンスはちょっとあるかもしれない。最後まで待って、みんなの周りグッて見れるかもしれない。じゃあ、ないですね。じゃあ、今回、18問用意しました。よっ！なので、最後の1問だけ、5ポイントです。5ポイント、はい、ってことは、13ポイント勝てばもう大丈夫と。もう大丈夫。大丈夫。皆さん、牽引あります。今回ブロッシュの質問なので、アパッシュプロダクトからブロッシュ全種類あげます。あれでも、あれ、たけるくん、ちょっと帽子いる？では行きます。第1問、ブロッシュのスペルを英語で。 BROSH。正解！チャー！まあここはね、簡単なことかなと。でも意外とね、ちょっとたくさん噛んだとこあったのに、急ぎすぎた。急ぎすぎた。ちょっと自信なくなった。いや、自信はあったけど、急ぎすぎた。で、じゃあ続いて第2問、ブロッシュミニギフト4種類セットの。すべて答えろ。オリジナル、ファイバー、クレイ、ビズ。正解！モブ、なんか前回の反省が結構生かされてるような気がするね。そうですね。しっかり聞いたね。あ、大好きです。ギフトセットは誰かにあげたことある？はい、これから父の日にでも、はい、くれたらいいなと思っております。そうですね。はい、はい、続いて、ありがとうございます。第3問、これまでに、ブロッシュのコラボしたブランド。問題わかんなくない？は何個？何個あるか？
何個ですがっていうやつかな。いや、そうそうそう、ね、何番目にとかあるかもしれない。あ、あるね、あるね。早すぎたかもしれない。深い読みが出てる。待って、10種類。ブー。じゃあもう一回質問最初からいきます。じゃあ第3問目。これまでにブロッシュのコラボしたブランドの中から4つ答えよ。タクさん。今タクさんだね。大丈夫大丈夫。大丈夫。ドレスキン、ワコマリア、マーベル、あれ、ちょっと待って、それないでしょ、それないでしょ、待ってよ、キャリアリング、世界、よし、はい、ここは4つでしたね。あ、まあ、正式にはもうちょっとあって、あ、まあ、クラウディだったりエビセン、ラブイヤーとかもろもろいろんな、あとリンクとか。リンク、あ、リンク、あれだよ、ね、あと押してから考えたらダメだね、ダメだよね。で、一回お手つきなんで休憩、一回休憩、休憩、休憩、次何、次休憩。誰どういうルールでしょ。はいはい、たくさんがリードのところで第4問、次難しいです、いきます。川上さんがどうしてもと言って1ダース買ったポマードは何か。ハムスト。え、ちょ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 、俺の方が早かった。俺の方が早かった。俺の方が早かったね、今ね。チャレンジ正解。よし、マーさん知ってる。マーさんも、これはタクさん知ってる。いや、もうちろん、もちろん、もちろん。ちなみにたくさんも我慢できずに手出したポマドもあるね。あるね、あるね。それは何？ボーフリーね、ボーフリー。ラビア、行っちゃった。1ダース行った。ノブとか行ったことない、まだ1ダース。1ダース、そうっすね。これからベストスプレーでも、なんでそんな実用的な。たく、あれ？これからね。うん。あれかもしれないね。では、たくさんも。ドイブリードのところで、いやいやいや、もうどんどん行こうや。第5問目、ブロッシュのモチーフとなっている動物。袋。ブブー。聞きましょう、聞きましょう、聞きましょう。これはヒアリングします。では最初からもう一度、はい、ブロッシュのモチーフとなっている動物はフクロウですが、唯一羽を閉じているフクロウが。たけるくん、ビズ。正解。かっこいい。これは結構いいタイム。ごめん、ノブかっこいい。かっこいいっす。待って、かっこいいって言ってる前に引っかかっついてる。次行きましょう。何？質問ですから。何？関係ないです。そうだね。うん。そうさん、どう今の質問？いや、ビズだって思った。浮かびたから。だけどね、パチン行かないと。みんなでも知ってたんだ、ビズっていうのは。唯一羽閉じてるからね。さすがですね。はい、アトリさん。はい。今のところ。タクさん、3ポイント。3ポイント。で、ノブさん、マーさんチームが1ポイント。1ポイント。で、タケルさんも1ポイントです。おー、まだまだ先生でございます。では、3分の1が終わってしまう第6問目、ブロッシュの一般的な缶タイプのものの容量は。ね、115。世界。ああ。容器のグラムを答えよ。これはもう見てた。見てた。それすごい。
やっぱね、お客さんに売るときはね、ちゃんと見てるからね。そうそうそう、白いね。ノブとかはどうだったの？これから勉強っていうことで、あ、ちょっと待ってなかったかし、いらしてもらいたいなと。竹君も、いや、全然あったの。あはー、全然大容量。380ぐらいです。大容量。では、続いてたくさんリードのところで第7問目、ブロッシュオリジナルが発売された年は何年でしょうか？たくさん、2015年。ペッ、待って、だって俺入ってるでしょ、2023年だよね。あ、ちょっと待って、2023年、俺今4年目だよね。イエス。だから缶に書いてある、缶に書いてあるっすよね。イエス、イエス。だから2000、2018。ベッ、え、これ作ったら俺回ってくる。あ、ね、ゆっくり考えるんで。そっからはいかろうか。そんなのなしで、なんで敵にヒントを与えた。わけわかんないでしょ。これちょっとオーディエンスというか、加賀さんは覚えてる？いや、わかるでしょう。そっか、答えでよ。でもいけると思う。2017年。正解。2017年、6年前ですね。6年前にブロッシュが。ここ、加賀さん分かってました？6年前。なんか思い出がある、やっぱりその。いや、今年で6年っていうのがもう頭の中に入ってる。ああ、もう感覚でね、もうね。では次いって第8問目。はい、いきます。ブロッシュハードポマードに書かれている漢字、左から順に答えよ。はい、左から順。よし、りょう、りょう、左からですよね。りょう、あ、かなり見てるから。左からでしょ、初。これも俺押してるから、次俺書いときなんでしょ。はい、いや、は、初連打式。せー、僕がブーと言ったら押してください。のぶさん。はい、竹君。左からね。油。神。背。肩。激。大正解。はい、よー。逆もちゃうか。そうです。激肩のカンカンは鏡になってて、激肩整髪油と書いてあるところ。なあ、大正解。お見事です。あれ、量なんで、なんで量、激肩整髪油逆からっていうのは分かったんですけど、いや、ブロッシュアンバサダーとして申し訳ないです。あ、まあちょっとね。はい、続いて9問目、第9問目いきます。
初代ブロッシュベーシックポスター、その中に描かれているヘアスタイル、3つ答えよ。初代って初代女の子にいるやつじゃない、いたやつじゃない、初代の。スカイさん、カラー、ポンパドール、クロップ。正解。よし、ちなみにこのたくさんが答えた中の3つの中の2つちっちゃいスタイルです。すごい、クロップなんて一番左下のスタイル、カラーが一番最初に出てくるんだよ。すげえね、そのイメージはある、イメージね。フットサルのね、有名なプロ選手だから。あー、さすがですね。だいたいウェーブアップとかスリックバックとか、そうっすよ、ハードパート、フェザーアップとか、あーディーンズ、ディーンね、あーそうです、ローフェード、はい、またありますね。はい、アントニーさん、はい、半分終わりました。いやー、たくさんやっぱホームだから強いですね。何ポイントですか？5ポイント。今何問？何問？今9問終わりました。9問だ、はい。で2ポイント、2ポイントで、あら、並んでる感じで3ポイント追う形になってる。はい、半分終わりましたよ。では続いて激戦の第10問目、はい、いきます。ブロッシュジェル、ブロッシュベーススプレー、どちらが先に発売されたでしょう。タケル君のね、ベーススプレー、正解。あーそう、あーそう、そうだね。はい、ごめん、すみません。タケル君正解です。ここ結構ね、僅差のね、発売だったのね。この後に出てきたのがジェルハードスプレーって感じで出てたんですね。タケル君、ここは覚えてる？なんか一番必要なもんだから先だなっていう、あそうイメージね。先にベーススプレーはまず必要でしょうっていうので、なるほど、ね、自信があったね。まあでもね、いつも使ってるからね、ベーススプレー大事さが、ベーススプレーですからね。はい、じゃあ追い上げるタケル君を一人に、ノブさん頑張ってください。お疲れです。タケル、たくさん逃げてください。はい、第11問目、ブロッシュベーススプレーの税込み価格を、うわ、いける、2160円。ブー、え、ノブ1980円。正解。2160円、何人と間違えたんですかね、あれ。1980円だ。1980円だ。ちょっとあの年数答えちゃったかな、わかんないけど。ノブさん一番気持ちいいっす。あ、一番売ってるもんね、ベスト一番売ってると思います。まあね、結構値段はね、僕に聞かれること多いんで、皆さん穴場だったかなと思うんですけど、はい、続いて追い上げる2人、よし、第12問、今までブロッシュで発売された黒い缶では3つ答えよ。たくさん、マコマリア、激カタ、エッチェル。ベッ、よし、いったったね。マコマリア、激カタ、ボンフィ、よし、正解。ちょっとさ、審議、ジェルも黒くない？
カンカンです。カンカンなんですよ。カンカンって言ってたと思います。カンカンって、あのここちょっと引っ掛けで引っ掛けたんですよ。これがあるよ、これ。あーやばい、やばい。ありがとう。はい、切り替えていきましょう。切り替えて。第13問。ちょっと難しいです。クラウディの容器の中身に書かれている数字。うわー難しいって言ったもんな。10。ブー。2人とも聞きますか。はい、最初からいきます、はい、クラウディの容器の中身に書かれている数字は10なんですが、その数字に込められた意味を答えよう。ダグさん、買ってもらった売り上げの 10% を、寄付する。正解。おこれね、もうちょっと答えるとガーナの雇用支援として寄付するということで、でもすごいですね、しっかり覚えているということは。ノブさん惜しかったね、10はあってたけど。ちなみに2人とも10が分かんなかったね。いや分かってた。おお、タケコ使ってないじゃないのクラウディ。東京矢印ガーナかと思った。ああなるほど。これ心理戦、面白いですね。はい、続いて、はい、第14問目。はい、これ3回かもしれない。マーベルコラボに書かれているキャラクターを。あ、いた。俺じゃない、絶対来たでしょうか。来たよ、これ。ノブかな。僅差でノブ。嘘、じゃんけんしよう。じゃんけんじゃんけんじゃんけん。キャプテンアメリカ。正解。よし、はい、ここで第15問目を迎える今なんですが、ポイントをお願いします。カクさん6ポイント6ポイントノブさん、マーサンチーム5ポイント5ポイント。タケさん3ポイント3ポイント。まだ5ポイント圏内なんで、最後5ポイントなんで。はい、いきます。第15問目。はい、これなかなかマニアックです。あら、いきます。ブロッシュのホームページに書かれているファンキーミンティーシャンプーですね。ファンキーミンティーの香りは何と何でしょうか。ホームページに書かれています。2種類ファンキーミンティーです。たけくん、シトラスミントと、とと。ちなみにヒントをあげるとしたら、ミントは正解です。まあミンティーなんで。ミンティー、やばい。ファンキーミンティーなんで。ファンキーな香りとは書いてないです。もう一個がミントと。じゃあここ大ヒント、その代わり3人に再度チャレンジを与えます。海ん、なんか海海、海といえば塩風だから。塩、海といえば海といえば、ブルージャイアント。最近なった映画アニメ。違う、ブー。なんだ、海。まあでもたくさんみたいにカタカナにするのは合ってます。はい、シーミント。ブー。いや、オーシャンミント。ブッ。なんだろう。じゃあ正解は、正解はミントの香りとアクアマリン。アクアマリンの香りですね。難
これしっかりね、お客さんにね、どんな匂いですかって言われて、なんかいい匂いですよって説明してる皆さんがもう浮かびますよね。しっかりそこをね、把握して、はい、行きましょうね。もうじゃあ続いて、第16ね。まだある。マーベルポマードの中身の色は、たくさん来た。ブラウン。ベッ。え、エンジ。え、ちょっと待って、これ真偽だよ。これ真偽だよ。赤といえば赤だし。まあノブ正解。よし。まあ、人それぞれ、赤ちゃん、これは人それぞれの色の色彩はあると思うんですけど、さすがにブラウンではないです。赤系の色ですね。いや、俺のブラウンは赤ちゃんでした。これは俺の正解だと思います。はい、最後の半分ください。この正解天吾、ダッシュです。では、いきます。あと2、あと2問を控えた上でポイントをお願いします。5ポイントでした。6ポイント。はい、マーさん、ノブさん、チーム6ポイント。お、タケルさん3ポイント。あ、でもまだ2つ取ればね、全然逆転ある。じゃあ続いて第最後の17問目。あと2問ある。最後の前の17問目。ブロッシュの業務用サイズ唯一ない種類は何か。たけるくん、唯一ない種類は水。ブー。よっしゃ。はい、ファイバー正解。これはたけるくん落としましたね。ファイバーの感覚見たことある？ない、ないね。これのび太ちゃんはもう、そうさん答えたけど、やっぱりあったらいいなと思った。あったらいいですよね。あったらいいですね。トクソン、ん？カモン。最近あれなんじゃない、アントニーに任せてるからちょっと見てないんじゃないの。いや、分かってたよね、分かってたよ、はい、もう泣いても笑っても、いやもう、あと1問、はい、よし、全種類です。これを取れば5ポイント、はい、よし、絶対勝つ。たけるくんにも大学生の余地ありますよね。のぶくんバースデーどういうの。あら、のぶくんバースデーおめでとう。ありがとうございます。では、いきます。最後の18問目、絶対勝つ。最後まで聞いてください。はい。ブロッシュジェルに描かれている男の子の名前、発音よく答えてください。よし、いきます。誰、テリーボーイ。ブー。もう一度言いますね、一応。ブロッシュジェルに描かれている男の子の名前は何でしょう。ヒントはなんとかボーイ。うん、そうっすよね。そこは皆さん分かってる、うんうん、当てずっぽうで言ったら意外に当たるかもしれない、うん、多分全然当たると思う。というかそのままキャンディー、皆さんのことを言う。それはい、たけるくん、ババボーイ。あ、正解。え、これはあれですね、バーバーボーイ。バーバーボーイくんです。これは違うっすよね。これワンカウントだけっすよね。え、今のは5じゃないっすよね。では今のは4ポイントにします。おお、したらどうなってんの今。そしてタクさんの、うん、あのブラウン1点あげます。あとでどうなってる。全員7ポイントに並びました。あら、この究極です。よいしょ。はい、最後最終決着ということでこの一問で終わりたいと思います。はい、たくさんどういう集中。いや、もう必ず勝ちます。はい、ノブ&マサキペアは
いや、ポマード全種類。はい、同じ日に同じやつつけましょう。いきましょう。付き合ってるんですか。たけるくん、ポマード全部お父さんにあげます。あらー、親孝行。じゃあ